はい、皆さんこんにちは。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、デジタルインナーミラーっていうのをちょっとつけていきたいなと思います。ですね、まずデジタルインナーミラーをですね購入しまして、こんな感じでちょっと箱をね開けていきます。メーカーはちょっとよくわかんないんですけど、 Amazon の方で買ったもので 2.5K って、画像が結構前も後ろも綺麗なタイプを買いました。で、カメラがですね、ミラーのとこについてない、独立型というかですね、フロントガラスと、リアに貼り付けるタイプで、買っています。これがフロントのカメラですね。結構小さい感じで、これをフロントの、ガラスに貼り付けていきます。で、もう一個のこちらが、一応外側のナンバーの隣あたりにちょっとつけようかなと思っております。で、配線の引き込みもちょっとやっていきたいと思います。まず助手席側ですねのゴムを剥がしていきます。上からですね、傷つけないようにちょっと外していきます。で、こんな感じで助手席の、下の方までぐーっと、ゴムの水切りをめくっていきますね。はい、で、下もめくっていきます。そうすると、プラスチックのですね、カバーがですね、外しやすいようになっておりますので、そこを外していきますね。で、ETC がついている下のカバーについてもね、ちょっとそこも外していきますので、見ていきたいと思います。で、下はこんな感じで、カバー一面で覆われてます。で、よく奥の方見ると OBD のコネクターもそこにね、あります。はい、これがそうですね。OBD コネクタですね。昔はなかったみたいなんですけど、このモデル Y、2002年モデルはですね、ついてると。で、横の、カバーをね、めくらをちょっと引っ張ってですね、ここパカッと開けていきます。結構簡単にね、取れます。こんな感じで。ちょっと上も2箇所止まってるんで、爪を割らないように慎重に外していきたい。ということですね。外していきますね。はい。そうすると、また横に、縦の、カバーがついてますので、そちらも、ちょっと引っ張る、上から引っ張るような感じで外していきます。まず上を外して、下を上側に引っ張って抜くようなイメージですね。外していきたいと思います。こんな感じで。なんかちょっと曲がってフックみたいな感じに下がね、止まってますんでね。それを引っ張っていきます。はい。ここ注意ですね。で、こんな感じで、取れましたということです。はい。で、そこからですね、まず上の、A ピラーのところ、上側のところをね、ちょっと手でグッと引っ張ってあげると、ちょっとこんな感じでめくれますんで、そこをさらにグッと引っ張ってあげると、バキンって取れますんで、こんな感じで開いてあげます。で、全部外す必要ないですね。もうこれだけ外れてれば配線十分通りますんで。で、下側ですね。ここによく見るとクリップ止まってますので、そこもちょっとこじって、プラでね、こじってあげますね。プラの、こういうめくら外しみたいので、こじってあげますね。で、割らないようにですね。クリップの方もちょっと特殊な形状というか、日本ではあまり見ないようなクリップなんで、割らないように。で、それ取れたら、ちょっと下側からね、グッと引っ張ってあげるとこんな感じで外れますんで、それを引っ張って、こんな感じで、全体を取ってあげるということになります。配線がぎっしりね、詰まってますんで、気をつけてください。はい。こんな感じでね、取れました。ね、ここからですね、要は電源をね、ちょっと取り出していきたいなとか思ったんですけども、なんかいろいろちょっと、テスカスさんのとかもちょっと見てると、ちょっとなんかあんまりおすすめしないみたいなこと書いてあったので、ちょっと作業ここまでやってなんなんですけど、ちょっと予定をね、途中で変更しております。その動画も、その画像もね、ちょっと上げてきますね。はい。これ下側にね、ETC 止まってるところなんですけども、下側にグッと下げてあげると、上からバコーンと落ちます。こんな感じで。はい。全体がバコーンと下に落ちちゃいますね。ここもいきなりね、ボンと落ちるんで、気をつけてもらいたいなという注意点です。で、ETC の配線で、この青い
カプラー、指さしてるとこの青いカプラーが、電源取り出しで、一応3本の線がね、入ってて、で、なんか多分長かったのかなんかわかんないですけど、こんなぐるぐる巻きでね、ETC の配線がちょっとね、乱雑に処理されてますね。で、この配線のカプラー、これね、ちょっと傷つけちゃうと、なかなか取れないみたいなこと書いてあったんで、ここだけちょっとね、どうしようかなっていう感じだったんですけど、ちょっとね、僕やめて、普通の電源からとりあえずね、取ることにしました。というのも、オンとオフのね、スイッチあったんで、こっちから取ろうかなと思います。で、後ろのハッチ開けて、カバー全体をね、これもね、ちょっと、端折っちゃったんですけど、ぐっと手前に引っ張ってやると、だいたい全部ね、止まってるだけなんで、外れますから、こんな感じで。で、配線をね、通していくんですけど、後ろの配線をね、まず先に通していっちゃおうかなっていうところで、一番の難関はここなんですけど、ここね、結構短いんで楽勝です。針金グッと入れてもらって、で、その針金の先にですね、つけてあげて、引っ張ってもらえれば、中スーッと通ります。で、ここの、後ろのホールを使ってですね、カメラを設置していきます。こんな感じで。はい。で、カメラの配線なんですけど、一番最短で処理したかったので、さっきのね、ライトの横にこう、ちょこっと入っちゃう感じで、収めていきました。これね、ある程度線太くても、グッと押せばね、入っちゃいましたので、特に加工なしでいけます。はい。で、ちょっと簡単だったんですけど、すいません、だいぶ飛ばしちゃって。もう、あと電源とかその辺はね、もう、もろもろ皆さんで処理していただいて、こんな感じでつきました。まあ、全体的にはこんな感じの映り込みで、まあ、夜なんかは非常に綺麗に映りました。で、ちょっとね、電源のオフとかね、ミラーの下にポチってあるので、まあ、使いたい時だけ使うって感じです。はい、以上です。はい、なかなかいい感じでね、ついてる感じですね。で、これで、まぁ、ちょっと調整をね、前と、ね、後ろと前、両方とね、あと前と、まぁ、あと、この画面のね、調整もこう、できますね。なので、結構ね、安かったと思います、これ。確かね、1万5000ぐらいで買ったと思います。はい。すごくいい買い物したなぁと思っております。はい。取り付けね、ちょっとバーっといっちゃったんですけども、まあ、難関はですね、ここの、蛇腹だけなんで頑張ってください。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価も、グッドボタンも、お願いします。